はい、こんにちは、勝又です。前回、視聴者さんパワーでこちらのレジギガスを捕まえたので、これを使っていきたい。コースはね、まあ、黒いレッグーズはいるらしいんだけど、とりあえずこのコース、ランドロスとかトルネロスとか、これを捕まえたいので、これやりたいと思います。あ、でも交換チャンスでもゲットできるから、レッグーザの方でも良かったのかな。まあいいや。お、ナイスメガニウム、ナイス草タイプ。野生のポケモンだ、バトルして捕まえよう。さあ、君のポケモンを出そう。さあ、ボタンで決定。ビリジオンを珍しく使いたいと思います。まあ、相手がね、効果今一つ、これを使っていきましょう。さあ、これで僕グランドラッシュ3段の伝説グレード5、あとは鉄火具屋のみになりましたね。ウルトラビーストなかなか出てこないんだよね。まだ1回も見れてないもん、鉄火具屋。あ、でも結構食らうね、今一つだけど。スボミは吸い取るだったかな。これ吸い取ってもらった方がいいですね。効果抜群だけど、多分そんなに強くないんで食らいましょう。体力回復してもらった方がいいです。よいしょ。あ、全然回復しないな。まあ、でも今の食らったことによって前にも進むので。いや、でも相当ダメージ与えてるね。あ、このメガニウムのしかかりなんで効果は抜群じゃないです。あー、滑った1コマ35、これまずい。これはやられちゃうね。うナイス、月効果がミスしてくれたのは嬉しい。あー、ダメだ、ミスったボタン。まあ、これも回復してもらえれば。はい、いいよ。わ、ビリジョン先行った。20はまずいよ。危ねえ。いや、急所はいらない。あー、スボミ倒しちゃった。味方の攻撃、攻撃ルーレット、赤い数字を狙え。320%、400持ってきたかったけどね。まあいいでしょう。おお、メガニウム捕まえた。2体同時に捕まえたぞ。100円を入れると、いやー、交換チャンスが欲しいんだけどね。おたけびを浴びてポケモンを呼び出そう。ディスクゲットボーナス。600手前で止めましょう。てか、まあ、いかない、そんないかない。気合を込めて、おたけびだ。ちょっと弱めに叩きましたんで、518%。
周りのポケモンが雄たけびを聞きつけた。いやレシラムかな。よし、ナイス、ボルトロス、ナイスナイス、これは一番いい。どっちで行こうかな。エリジオンで行こう。味方の攻撃、攻撃ルーレット、赤い数字を狙え。攻撃オン。ナイス10。いや、急所でかい。それはでかい。ボールレバーで応援ボタンを押しまくって。まあこれで570超えるんで、もう絶対大丈夫ですね。攻撃ルーレット、赤い数字を狙え。攻撃オン。結果は効果を発令。あ、ランドロス倒しちゃった。まあこれでレジギガス出せばいいか。さあレジギガス出しましょう。まあ、後ほど使います。すごい、一個も動かなかったよ。攻撃ルーレット、赤い数字を狙え。攻撃オン。すごいね。よし、とりあえず600は超えた。わあ、今一つでも倒しちゃうんだ。こっち欲しい。ガオレパスボーナス。ボールレバーを倒せ。うわ、マスターボール。なんとマスターボールだ。ちょっといろいろ大きすぎてて怖いわ。いや、2体同時に。やばい。100円入れるとレバーで選ぶ。いや、びっくり。こんなことあるんだよ。今あんまり狙ってなかったんだけどね、マスターボール。気合を込めて、おたけびだ。さあ812。お見事、ジェット機レベルだ。周りのポケモンがおたけびを引きつけた。お、いいね。これ伝説が出ないのがいい。俺が欲しいのが何かって分かってる。100円を入れるとファイナルバトル。あの姿のトルネロスは持ってない。連続バトルボーナス、1枚多く使えるようになったぞ。 HP 回復、バトルスタート。ボールレバーで。さあ行っちゃいますか。早いね。後ろにずっといるだけだったら早い。ダブルラッシュチャンス。マークを狙ってボタンレット連打します。2つのボタンは連打。 OK。 ダブルラッシュ。これ一発じゃない、さすがに。うわー、強すぎ。強すぎ。ボールレバーを倒せ。おお、なんか捕まりそうだね。この流れで来ると捕まる気がする。
ああ出ちゃった。ポケモンが最後にもラストチャンス。最後に回る。タイムスタート。ポケモンを捕まえたぞ。おのんどでした。100円売りです。いやすごいね、マスターボール出ちゃった。絶対にガオレ、エジギが強いし、書き込み完了。ガオレパッド忘れずに取ってね。結果発表、今回のバトルスコアが出たぞ。おお結構点高い。君が手に入れたのはこれだ。やった、ガオレだよ。はい、それではまた明日。